はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストモンスターズ上活プロフェッショナル続きやっていきたいと思います。前回ですね、ジャジュ・ヒヒルデ&ヒヒドラードね、倒しました。1枠でね、やってみたんですけど、Wi-Fi はね、やはり繋がってないので、卵入手はね、不可能なので、まあ、卵なしで行くしかないですね。まあ、卵がないということは、まあ、いずれね、別ロムで作るんですけど、バルボロスがね、手に入らないので、まあ、バルボロスとね、三将軍でガナサダイができるのでね、まあ、その後なんですよね、ラスボスできるのが。まあ、そんなのもあったりするので、できるモンスターとできないモンスターいますので、とりあえず今回はクリアした後の、まあ、後日談ですね。とりあえずね、レオソードのとこ行ったら面白い話が聞けるということなので、そこ行きますのと、あとね、ブランパレスがどうなってるかと、あとね、まあ、できることできないことが増えてますので、まあ、時間ね、ある限り、まあ、20分、30分の動画ぐらい作れればいいかなと思ってます。とりあえずね、あれは遺跡地下ですね。これレオソードがいるので、とりあえずね、話どうなってんだろう。まあ、ちっちゃい時、少年レオソードですもんね。邪悪な気配が消えた。オムドロレスを滅ぼしてくれたか。あ、そこからか。そこから来てなかったんだね。さすがだな、カズボウ。そなたは誠の英雄だ。これを受け取ってくれ。我からのせめてもの礼だ。お、聖剣レオソードを手に入れた。オムドローレスが倒されたことで魔界の様子も変わったようだぞ。さらなる力を手に入れるため今一度見て回るとよいだろう。あ、話聞いてなかったんでこれね。そなたには本当に世話になった。心の底から感謝しているぞ。さて、じゃあヒヒルデを倒した後のイベントはどうなんだろう。どうしたカズボウ、我に何か言いたいことでもあるのか。何？幼い頃の我に会ってきただと？汗かいてる。しかもヒヒルデの前で足が震えて動けなくなっていたというのか？なぜそなたがそのことを知っているのだ？そんな遥か大昔のこと自分でも忘れてしまっていたか。今の話決して誰にも言ってはならぬぞ。これは我とそなたとの約束だ。まあ、ここまで立派になってね。まあ、すごいですよね。成長も半端じゃないですよね。面白い話。さて、勝ち抜きバトルへようこそだもん。もう早速説明をさせてもらうもん。勝ち抜きバトルとは次々現れる敵と戦い続けるサバイバルマッチのことだもん。試合を追うごとに対戦相手は強くなり、君が負けるまで無限に続くんだもん。命令と入れ替えは自由にできるけど、道具を使ったりスカウトはできないもん。ただ負けてもお金は減ったりしないから、そのあたりは心配無用だもん。それどころか連勝の記録に応じて僕から賞金をプレゼントするもん。さらに100試合続けて勝ち抜いたら激レアモンスターもあげちゃうんだもん。でも勝ち抜きバトルは1日1回までだもん。そこだけ気をつけてほしいんだもん。説明はこれでおしまいだもん。早速勝ち抜きバトルを始めるもん。はい。あ、一応できんのかな。もうそれじゃ強敵モンスターひちめく勝ち抜きバトルの扉を開くもん。最高記録いっぱい塗り替えられる、力いっぱい戦うんだもん。ここはいけるんだね。まあいろんなモンスター出てきますけど、まあほとんど捕まえてますからね、これはね。とりあえず、ここじゃないか。あ、強ズッキーニャとかにもスカウトできればいいんですけどね。まあ、ここはランダムでずっと出てくるので、まあ、自動 MP 回復とかあればね、無限に続けられるんですけどね。まあ、そういうのもついてるわけではないので、まあ、これ入れとけば大体勝手に跳ね返って倒れたりしますよね。ボルトが強いな、これ。呪文使うならいいんじゃないかな。じゃあ。危なくなったら回復すればいいような感じで。お、第9戦。アイアンブルド出てきた。アイアンブルドそういえば作ってないね。つまり1戦目前、マダンテ使われましたね。スライムカルボリー。768くらいましたけど。最低700くらいないとやっぱ危ないですよね。あれから強いな、ダークドラゴン。お、20戦目、ブオーン出てきましたね。あ、普通に3枠も出てくるってことですよね、そしたらね。とりあえずね、49戦まで来ましたね。だんだんね、MP も尽きてきましたね。
50戦でこれ1回終わんのかな、続けてあんのかな。ああ強くなってきたな本当に。一応ダークドレムもね回復あるんでね、ベホマラーで案外回復するので、まあそれでもいいんですけどね。そこで余裕出るかい。何気にねストーンスライムとかねギャンブルボディがついてたり、鎧ムカデがね、時々スカラとかね、なんかあんなんついててね、すごい硬くなってきて、ずっとユーマーゼン連発してきたりね。おー、シドウ出てきた。あー、びっくりしたね。最強、暴れ牛鳥がね、またマダンテ使ってたり、とんでもないことしてますけど。72戦目まで来ましたね。だんだんね、セイコン付き当ててきましたね。もうずっとね、無限ベホマラーなんで。もうベホマズ並みの効果があるんで、ベホマラーで大丈夫っていうね。相当食らうんで。まあ一撃っていうか一ターンでね、落ちなければね、まあ大丈夫かなっていう。ここでベホマラーなんで。もうこれが尽きた時、もう終わりですね。まあちょこちょこ削ってる感じですけど。とうとう終わりの時が来たようです。一ターンでね、落とされましたね。600ぐらいダメージ食らいましたね。あ、どうしようもないね、これね。あともう、これしかいないです。で、MP もないので、生き返れません。まあ、いいんじゃないですか。100位いければよかったけどね。最強炎の戦士、最強グラコス。76戦までいったね。まあ、次あと25戦やれば100までいくんで、また明日の楽しみですね、これはね。これは強いわ。まあ、いけなくはないけどね。わー。すごいね、これね。もうボコボコじゃん。防御とか勝手にやってるし。サオリク・ベホイマ、ジゴデイン、戻さないよこれ。お疲れ様でしたもん。さあ、君の記録は？もう75戦勝ち抜きもん。見事最高記録を塗り替えたもん。勝ち抜きバトルは己との戦いだもん。さらなる高みを目指し頑張るんだもん。さあ、これが今回の賞金だもん。お疲れ様でしたもん。おー、いいね。ここすぐ貯まる。3日ぐらいやったらね、50万ぐらい貯まるよね。はい、1日1回まで。明日はまたまた来てください。と。まあね、今回はね、ちょっと試しで行ったので、まああんな感じで終わりましたけど、まあ一撃でだいたい、まあ何も知らない状態で突っ込んでも17万ぐらいまでお金貯まりますね。だからここを毎日繰り返してれば、まあ1時間以上はかかるので、まあ1時間でこのぐらいお金稼げるんでね、まあ効率いいって言えばいいですよね。まあここまでお金があれば、まあ金策なので、とりあえずお金に困ることはなくなってくると思いますので、毎日やってればね、すぐ99999になると思いますんで、1週間もやってればね。ただ、100戦超えるには、70戦目以上からね、ちょっと思ったことがあるんですけど、マダンテ使ってくるので、マダンテ使われたらね、全員落ちるんでね。まあ、それを、まあ、防ぐ。まあ、なんだろうね、メタル系の身代わりとかね、いろいろありますよね、やり方はね。あと、この最強煉獄天魔が、行動早い持ちのアタックカウンターがついてるので、まあ、身代わっておけば、まあ、先に回復したりね。あとは、生き返らせられる、まあ、スキルとかね。あと、そんなのがあれば、まあ、いけるんじゃないかなと思います。あと、アタッカーが必要ですね。まあ、ダークドラムでもいいですけど、ちょっとね、火力が低いので、まあ、全体攻撃ができるようなね、まあ、キャラクターがいいんじゃないかなと。あと、呪文とか使えるキャラもいいかな。まあ、呪文とね、まあ、2回行動とかあればね、一番いいですけどね。なんか、賢さが高くて、ホワイトキングとかね、一応回復できるんですけど、自動ね、MP 回復と、あと、あれに、まあ、攻撃メインの、まあ、呪文とかね、覚えさせられればいいんじゃないかなと思います。まあ、とりあえず長期戦なので、MP がつけたらその時点で終わりなのでね。だからやっぱりメタル系は今後作ってからやった方がいいんじゃないかな。だから、まあ、ここでね、何がもらえるとかね、ここの攻略法とか、まあ、聞いてるわけではないので、まあ、自分なりでね、
まあ、今見解なので、まあ、自分なりにね、まあ、後に組んでやろうと思います。とりあえず今の状態だと100、まあ、よほど運が良くなければきついんじゃないかなっていうね、まあ、実感がしましたので、まあそうですね、やっぱり配合とかして、まあ、まだ作ってないモンスターもいますし、そんなのをね作りながら、まあ、100戦目指せばいけるんじゃないかなと思いました。だ多分そのやり方だと思うんですよね。だから他の、まあ、この勝ち抜きバトル、まあ、違うねモンスターズでもやりましたけど、大体ね多分同じようなやり方だと思うんですよね。まあ、テリーのワンダーランドも自分やってたので、まあ、それでも同じようなやり方してたので、まあ、100勝ぐらいだったらいけるんじゃないかな、それだったら。ただ時間がかかるので今回でもやりません。1日1回しかできないんでね。なので回ってみましょう。いなくなってたらスカウトしといた方が良かったって話なんですけど、あ、なるほどね。マポレーナがいる。ま、マポレーナがいるってことは、あれは仲間できますね。マポレーナでしょ？まあ、ちょっと回ろう。まあ、ちょっとだけなんでね。まあ、クリア後にしか入手できませんよね、あれ多分ね。もう敵だよな。話しかけるな。あそこメカバーいるでしょ？ヒヒルデの使いも一応いますね。まあ、ゴールデンゴーレムとね、トラップボクサーがいればいいの。あ、ゴールデンゴーレムいなくなってる。トラップボックスもいない。クリアしたらいなくなるのか。なるほど。捕まえておいてよかった。まあ、どっかにいるかもしれないけどね。ゴールデンゴーレムは、ああ、デンタザウルスいるじゃん。これもし、あ、ヘラクレーザーいる、やっぱり。ゴールデンゴーレムは、前回ね、やっといて正解でしたよね。背後パートやってた時に、ボス行かないんですかって言われたんですけど、もしそんなに言うこと聞いて言ってたらね、ゴールデンゴーレム自力でまた作んなくちゃない場面になってたので、やっぱり、ね、やっぱり下準備大事ですよね。そう考えると。やっぱやりたいようにやった方がいいですね、これはね。焦ってもしょうがないってことです、要は。焦って先行きすぎると取り逃しとかあるので、そうなってくると余計めんどくさくなるんでね。はい、この子はきっとたくさんの命を住み込み、大きな大きな木にならず。そう伝えることによると、この子には卵を返す力があると聞きます。モンスターの卵をどこかで手に入れたら、この子に捧げてみるといいでしょう。ただし、捧げられる卵は1日1個まで。幼いこの子にはそれが限度ですわ。ああ、まあそうなんだよね、そうだ。お、主様がいる。これって何なの？いやいや、ちょっと待って。巨大なクジラのモンスターがありつか出ていますか？はい。これ何な？巨大なクジラのモンスターは気持ちよく眠っているようだ。グオー、巨大なクジラのモンスターは寝ぼけて襲いかかってきた。嘘でしょ。主様じゃん。主様、主様いるんだ。スカウトできないもんね、これね。ってことはこのメンバーまずいな、さすがに。もう特攻して倒したか。寝てんのに鉄砲水使ってくるし。大事なところに出てしまった。
おお、威力抜群。作戦封じ。スーパーハイテンション。やばいね。こういう時ね、行動早い役立ちますよね。回復しとけば、この後食らいますもんね、だって。食らって、ホワイトキングで回復して、ブラウニーで攻撃すればいい話なんで、もうスーパーハイテンション力高いね、やっぱり。寝るかな、ワイト。お、大丈夫だった。でしょ？で、早いキャラなので、早いキャラだけ残しておいて、あとこれ入れ替えれば、HP を回復してから攻撃するんで、まあ、ちょうどいいですよね、これね。マージン切りでね、結構削られるんでね。危ないですよ、こんだけダメージ食らいますよね。はい、倒しました。お、寝ぼけて襲いかかったワビンと主様はカズボの仲間になった。あ、倒す仲間なんだ。へえ、遅いです、主様。いや、それはいいんだけど、マスターズカップだね。おお、これは知らなくてね、嬉しい。お、カズボさん、わしの様子を見に来てくれたんかの。ずいぶん長いこと寝ていたようじゃが、わしはこの通り大丈夫じゃ。じゃが眠ってる間、とても不思議な夢を見たわい。ビビットとかいう不思議な鳥たちの島が滅亡しかけてる夢でな、わしはそこに閉じ込められて出られなくなってしまったんじゃよ。じゃがそこに一人の旅人が現れ、さっそうと島を救っていったんじゃ。いやはや、あの若者がおらんかったらわしも助からなかったじゃろう。ただ今思えば、あの島には珍しいモンスターがたくさんいたの。今度わしがあの島に行くことがあったら、チートばかりモンスターをスカウトして、あの若者とマスター戦でもやってみようかの。ほっほっほ。とりあえずね、ピピットのこのフィールドもなんか変わってんのかな。お、特に変わればいいのに、 GJ がいるね。宝発見。勝ち抜きバトルはまた今度やります。まあ体勢立て直してね、もう絶対いけるぞって時にやりますね、あれね。お、よく来てくれたな。わしはお前さんを探しておったんじゃ。多分戦える勢いかったんですけど、これ初めてここに迷い込んできた時は動揺して何もできんかったが、目が覚めたらどういうわけかお前さんと戦ってみたくなったんじゃ。若い頃モンスターマスターだとわしの血が騒いでしまったんじゃろうな。そういうわけでどうじゃ、わしとマスター戦をやってみんか。わしに勝てたら褒美をやるぞ。さあ今すぐ戦ってくれるかな。はい、そうかそうか、受けてくれるか。マスター戦なんぞ久しぶりじゃ。ちょっとは手加減しとくれよ。これもね、1日1回じゃなかったかな。おお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 、竜神王、まあレオパルド出ましたね。レオパルドもそうだね、これの片割れも作んなくちゃないな。まあ作れますけどね、これはね。竜神王は作れたかな。まあちょっと調べます、それはね。まあ自分で調べるので、これ右だろうな、先。2枠1枠だから。裏に入れるか。相手の素早さがどのぐらいかわかんないので、ここで、動物変えるんだ。じゃあ、バイキルミ使うか。バイキルミの、レオパルド攻撃。ここもどうなんだろうな。まあ、先に動けるんだったらこっちの方がいいけどね。まあ、ここはベホマラでいいでしょう。海風。ドキドキに。
バイキルト邪魔だね、あっちのね。あ、ここにもバイキルト使えばいいか。それでね、ベホマラ使えばいいので、あっち攻撃していきますよね。こっちの方が先動けますね。やっぱありますよね、HP ね。じゃあここも、おっと、バイキルトがなくなった。バイキルミなくなったけどいいや。まあ、だったらあれ入れようかな。お、アタックカンタ。ダークドレアも入れて、まあ、バイキルト使いますけどね。あ、でもそんなに、まあ、2、3000くらいありそうですけどね。どうなんだろう。特殊ステータスですよね、絶対ね。入れ替えよう。あ、でもどうだろう。アタックカウンターついてるから、リュウジウンはなんか攻撃ばっかしてきますね。ここまでいいかな。あれか、これで。フラウニが当たんなかったら嫌なんで。ここ回復ずっとやってればいいんじゃないかな。そんな一撃で落とされるようなダメージじゃないので、まあそんなにアタックカウンター絶対必要ってわけでもないけどね。まあ普通に行けますね、これはね。当たんないな。もう灼熱見てくんだ。あ、強いな、案外。あ、こんなもんか。ってことは、龍神王もっと HP ありそうですよね。1枠であのぐらいなので。お、ギガブレイク。これは 200？ あ、やっぱ食らうな、そんなもん。そんなもんだよね。お、ギガブレイクからの爆裂拳使ってくる。お、危ない危ない。じゃあここが、ね、ベホマナーで間に合うので、じゃあこれで攻撃攻撃ベホマナー。ああ、強者の湯出るな。あっちの方が早いからね。お、さすが。セルフマナーで回復でしょ。あ、これはもう黄金パターンはまりましたね、順番的にね。MP も尽きないし、あっちが攻撃してきてね、それをね、まあ、ターンの最後に回復してくれるっていう、ね、素晴らしいです。で、バイキルトも相手を切れたので、まあ、こっちがかければね、あとはもう時間かければ倒せますね。これなんか盗めるような気がするけど、なんかね、あのジョーカー1のね、アトラスの金槌とかね、盗めるときありましたよね。あれと一緒でね、なんかここ覚えてるような気するんですよね。ただ何がいたか覚えてないので、なんか GGA だけはね微妙に覚えてるんですけどね。まあ、こんなん全然覚えてなかった。龍神王はね、龍神王は熱いね、これね。これの材料多分手に入んないと思うんですよね。作れないんじゃなかったっけな、龍神王って今。もう一個のね、まあ、前回最後の方に紹介したロムでしたら、まあ大丈夫ですけど、あっちだったら作れますけど。先回復しちゃったな。やられちゃうな、これ。まあいいか。あ、大丈夫か。ベホマラーでこの回復力ですからね。あ、いけますいけます。まあもうちょっとね、まあ強いっちゃ強いですけど、こっちもね、もうちょっと考えたパーティーにしないとね、やっぱり足元救われますよね。か、負けてしまった。やはりお前さんは強いの。どれ、楽しませてもらった褒美にお前さんに一つモンスターをやろう。 GJ のイケイケコレクションのモンスターにするかの。はい、なんだそれ。よし、それではこいつを持っていけ。あ、グレートドラ、なんかもらえんだ。そうだね。
これ確か珍しいのもらえたような気する。やっぱりマスター戦は楽しいの。年寄りの相手をしてくれてありがとうよ。さてわしはさらに強いモンスターを求めしばらくさすらうとするかな。明日になったらまたわしを見つけとくれ。見つけとくれ。毎回違う場所にいるのこれ。楽しみに待っとるぞ。まあ日によって違うパターンかこれ、うん、グレートドラゴン来たね。まあ入れときましょう。はい、こういう感じでね、まあ、もう一個闘技、おっと、危ねえ。もう一個ね。あ、待った。もう一個、その、もう一個の場所。ちょうどいいわ。って言いますのが、パーティーランク今7位になってますよね。今まで6だったんですよ。ってことは、この、ね、闘技場ありますよね。ここで、はい。クエストクリア条件は、パーティーランク7以上のパーティーを連れてくること。まあ、相当やんないと上がんないですよ、ここまでね。わお、お見事よ。確かに指定通りのパーティーになっているよね。感動よ。パーティーランク7を超えるパーティーを連れてくるなんて。あなたの相手はもうこの島にはいないわ。世界に目を向けて活躍すべきよ。ぜひ最強マスター決定戦に参加してみて、あなたなら上位入賞も夢じゃないわ。まあね、参加したところでね、まあそんな簡単にいけるほど甘くはないの分かってますし、なんせ今最強マスター決定戦に参加できないので、Wi-Fi 繋がってないんでね。まあそういうのもありますね。そしてついにこの時が来たのね。私のスカウト級プロが制覇される時が。あなたこそプロ中のプロ、スカウト級のプロフェッショナルよ。まあまあね、それもそうなんですけどね。まあ対戦ね、マスターカップやったとして、まあ自分の場合ね、例えばこれ作ってくださいって前だったら言われてて、まあ作ってたりしてたんですけど、1日はね、そこらでね、作ってんですよね。だから1日に、3パーティーをね、すごい頑張って作ったとしても、まだですかって言われるほど、すごいね、リクエストが来るので、とてもね、回んなくてね、それでね、まあ、リクエストをやめたってのもありますけどね。自分なりにね、一生懸命やってるんですけどね。例えばね、でかいモンスターを、だったらすぐできるので、作ったら、やはりね、手を抜いてるようなね、話になっちゃうし、まあ、そういうのもあったりね、なかなかね、自分の思う通りできなかったので、まあ、できないってのもありますね。これで、スカウト級プロはおしまいよ。でも、最後に一つだけお願いが。カズボプロ、どうか私を鍛えてください。こう見えて私、最強泥人形なんです。決して、プロの足を引っ張りませんから。気が向いたら私に話しかけてくれますか？お願いしますね、カズボプロ。そうなの？あ、カズボプロ、もしかして私を鍛えてくれるんですか？はい。ありがとうございます、カズボプロ。それでは、ビシバシお願いしますね。最強泥人形のドロシーが仲間になった。あ、私の名前はプロがつけてください。あなたに一生ついていきます。愛されましたね。あ、もうスカウト級なくなったから、もうここ用済みたなしか。これ何ついてんだろう。お、賢さアップ SP ついてる。いいね。いいね、いいね。1から2回行動。あ、ブレイク系ついてね。魔法トラック攻撃。あ、なるほど。これは、ひっぺがし要因にはいいけど。まあ、泥人形。まあ、図鑑埋まりましたんだけどね。こっちじゃコンプできないんだ。反対側もね、まあできるってことですね。そしたらね。よし。ということで、まあ、スカウト級プロも終わりましたし、主様も仲間入りましたし、GJ のバトルも見ましたし、まあ、勝ち抜きバトルは、まあ、あわよく行けばね、100勝いければいいかなと思ったんですけど、まあ、そんな簡単ではないので甘くはないですね。だからもうちょっとね、モンスターね、改良しろって話ですね。まあ、どうすればいいか大体自分で分かってるので、まあ、それはそれで、まあ、時間かけてまた配合とかやっていったりね、まあ、真珠イベントもあることですし、かといってね、真珠イベントやってしまうと、まあ、ブランパレスでね、ゴールデンゴーレムいましたよね。まあ、あんな状態になったら嫌なので、って言いますのが、ヒヒルでは倒したらね、ゴールデンゴーレム出現しなくなってましたよね。ってことは、パート47で、ゴールドラッシュっていうね、題名でね、ゴールデンゴーレムを使うモンスターって言ってね、相当ゴールデンゴーレムの配合をやったんですけど、あれやっといて正解ってことですよね。あの時に、仮にね、ヒヒルで倒しに行ってからやろうなんてやってたら、ゴールデンゴーレムをね、溶岩魔人2体と氷岩魔人2体ね、4体配合で何体も作んなくちゃいけないっていうね、まあ、めんどくさい、方法を取るしかなかったか、まあ、あわよくはね、まだどっかに出てくるかもしれないですけどね。まあ、あそこ以外ちょっと確認してないので、あそこね、スカウトで一番手取り早かったですよね。他のモンスターもいたんでね。あと、新モンスターとしてクリア後にマンポレーナが出現してるってぐらいなので、まあ、あれは、あのタイミングでしか多分入んないですよね。配合じゃ多分できないと思うんですよね。まあ、あれはあれで捕まえればいいかなと思います。まあ、そんな感じで、
まあ段取りはあるんでね、まあ、順序もありますので、まあイベントがね、次行けるからといって先にそっち行ってしまうと、まあ、余計ね、めんどくさくなったりもするので、まあ新人イベントね、すごい楽しみにね、されてる方もいると思いますけど、まあそこ行く前にね、やはりね、下準備は大事なので、まあそれをやってから行った方が、まあ急がば回れっていうね、ことわざありますよね。まさにその通りだと思います。急いでも後で後悔するだけなので、ちゃんとね、下準備して、まあ勝ち抜きバトルもね、まあ、ちゃんと下準備して配合もやって、よし、これでいけるぞって言った方がね、まあその後に何が待ち構えてるかわかりませんので、まあその方がいいと思います。ということで、まあ1日1回のバトルなので、まあね、今回できませんけど、まあまたね、1日経ったりね、2日経ったりね、まあ毎日やるわけでもないので、毎日できますけどね、まあそんなに自分ちょっと時間ないので、まあお金稼いだりするのもいいですし、まあ小さなパーツね、裏作業で集めたりもいいですしね、宝箱は漁ってればいいだけなので、まあそんなのもありますね。まだね、遊べますね。とりあえずね、まだ終わりではないので、まあこの先まだちょこっとだけありますね。なそういうね、細かい要素を含めて、よし、もうここで、このロムでは、結構やりきったぞって感じになったら、前回ね、最後紹介した別ロムで、コンプリート目指したりね、その方法でやっていきたいと思います。かといってね、それが全部終わって、ようやく完結なんですけど、モンスターコンプしてね。かといってね、終わってから、入れるかやらないんですかってよく言われるんですけど、いつかはやるので、いつかはやるんですけど、他のゲームね、もういい加減やりたいので、やっぱそれだけね、期待されてるのもわかりますけどね。そうですね、ジョーカー1の時からね、やりたかったのとかありますからね。1やって2やらないんですかって言われて2やってね、それでいるかやらないんですかって言われたら、自分のね、やりたいゲームが全然できないっていうのが現状があるので、まあちょっと自分のわがままなんですけど、まあ自分のやりたいゲームもね、配信していってね、まあそのための作ったチャンネルなので、まあそこら辺ご理解いただければ嬉しいかと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。